はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第177回でございます。今回テーマは相談です。何をしたらいいのっていう相談に答えていくんですが、それ以外に最後にテレビ出演、まあ、この前出させていただいた昼帯の、まあ、出演の裏側っていうか、まあ、ざっくりこうなんだろうな、まあ、話すことがあって、であと心境の変化、これは高校受験対策についてですね、まあ、そんなのを話していこうと思いますので、よかったらお付き合いください。ではまず本編に行く前に、これをまあ撮ってアップしてる時にはね、センター試験がもう終わってますので、センター試験受けられた皆さん本当にお疲れ様でした。おそらく2日目の自己採がまだ終わってない方もいると思うんですが、うまくいった方、うまくいかなかった方ね、多々あると思いますけども、ひとまずはね、やりきったと思いますので、自分自身、ご自身に、お疲れ様と、お疲れって言ってあげてください。それを言ってあげて、次のシリーズ、そして二次ですね、なんかに繋がっていくと思いますので、もう一踏ん張り、ぜひね、頑張っていきましょう。では、何をしたらいいのっていうね。で、これはですね、今めちゃくちゃ多いです、この相談。おそらくこう、初めて自分のことを知っていただいた方もそうですし、メールとかにたまに書いてあるのが、メールアドレス載ってたんですね、みたいなのが、載ってるんですよ。自分公開してるんで。でそこで、まあ、相談返せる分には相談乗ったりをしてるんですけど、こう不安でね、まあなんだろう、ざっくり言えばもう不安なんですよ。もう受かるかどうか不安で、何をしたらいいかわからないと、もう自分がっていう相談がすごく多いです。でもちろん返せる方には返してるのもあるんですが、ちょっと今回もここでまとめて答えようと思って、返せない方も多いんでね。で結論から言いますね。結論から言うと、わかんないっす、それは。はい。ね、これ冷たい言い方しますけど、ちょっと。わかんない。なんでかっていうと、もしかしたら、すごい指導者ね、すごい先生だったらさ、もうそれを聞いただけで、いや、この時期はこういうのやって、こういうのやって、絶対伸びるから。って言えるかもしれないんだけど、まあ、そこまでの能力が俺にないのと、あとは、個別指導塾にいたもんで、その子の状況を詳しく、知った上でアドバイスをしたくなっちゃうの。てかそうじゃできない俺は。例えば自分が持ってた生徒がいるわけも、個別で持ってるじゃないですか。一番多い時、まあその教室ではね、140人ぐらい、まあ、持ってたんですけど、で誰がどういう問題でミスするとか全部把握してたから、全5科目でね、この子はここでこうだから、じゃこの勉強させてこの科目でこんだけ得点を上げようみたいな、全部作戦立てるからさ。そう、でもそれはできないじゃん、メールの相談では。でまあ実際に塾講師の時もそのね、やっぱ言われるわけだよ、先生何したらいいって、どうしようって。そう時にまず最初に話すというか、その子たちに伝えるのは、まず落ち着かせるよ、もちろん話をちゃんと聞ける体制にして落ち着かせる、まあ、大丈夫は聞け、まず聞けよっつってそういう状態にした後に何言うかっていうと、じゃあさ、じゃあさって、じゃあどうしようかな、じゃあその俺ね、生徒になんとかちゃんって呼ばないんだけど、だいたい呼びつけとかであだ名で呼んじゃったけど、じゃあなんとかちゃんがいるじゃん。で、じゃあその子に相談受けた時に、じゃあさ、ちょっとさ、なんとかちゃんが先生役になって、つって。で、同じ、今のなんとかちゃんの悩みを持った生徒に相談されたと思ったら、なんてアドバイスするっていうのを考えさせるの、いつも。そう。これなんでかやる、こんなことやるかっていうと、これを時間の無駄って思う方もいるかもしれないけどさ、客観的に見てほしいの、自分のこと。なぜなら、自分が一番自分の状況を分かってるはずなの。で、分かってほしいと思ってる、俺が。それは、この受験だけじゃなくって、これから先生きていく中ですごく大事なことになる。自分のことを知ってるかどうか。基本的に、弱いところ、ダメなところ、弱点っていうのは出てきます、人は。でそれだけじゃなくて、それと同じ数の、できれば、それより多い数のできるところ、いいところ、長所っていうのを言えるようになってほしいの、俺は学生のみんなに。塾講師なんて勉強教えてりゃいいじゃんって思うかもしんないけど、勉強教えるなんて当たり前なんだよ、お金もらってんだから。そんな、だからそれ以上に子供たちが、学生のみんながね、自分の生徒だった子が巣立っていった時に、巣立った後に自分の力でちゃんと歩いてってほしい、歩けるようになってほしい。だからそのためにできることないかなって思って、そういう風に教育をしてたから自分は。
ちょっと話取れちゃいましたけど、っていうのはアドバイス。で、ぜひ今、自分が、まあ、大学受験の方は高校、まあ、高校受験の方の方が圧倒的に多いです。人生初めての受験だから不安になるからね。当然なんだよ。何したらいいか分かんなくなっちゃうのとか。そう。その悩みを持つのが悪くない。絶対それはいいことっていうか、あれおかしいね。悪いことじゃないの。でも、答えは、人が与えてくれるんじゃなくて、人はきっかけを与えてくれるかもしれない。ヒントを与えてくれるかもしれないけど、答えは自分の中にしかないよ。だから、自分自身がね、もしその子がね、自分がアドバイスした後、求めてきたら、相談してきたら、なんてアドバイスするかなって考えたときに、自分が何の科目が苦手なのか、もっとね、問い詰めるというか、噛み砕いていって、じゃあ、この科目のどこが苦手なのかっていうのをやっていく。で、もちろん相談してくれる子の中には、何点足りませんと。今現状何点出て聞いて、書いてくれる子もいます。そう。で、具体的であればあるほど、一応返せる子には返すようにしてるんだけど、例えば、あと50点必要だと。それを1科目10点上げようっていうのは違うと思うの、俺は。じゃなくって、じゃあ数学が今20点。だから、数学がね、そのみんなその子が住んでる地域が計算問題が多いんだったら、自分はね、今四種シリーズ取ってますけど、四種のところをだいぶ固めてったらもっと取れるよ。20点プラスぐらいはいけるって。すごい特殊な出題のされ方をしなければ。数学とかならね。で、やっぱり上げにくいのは英語と国語。個人的にはね。国語はね、一回きっかけをつかむと爆発的に上がることはあるんだけど、英語は、単語とか、熟語とか、あの辺が固まってれば爆発できることもある。あと2ヶ月ぐらいあればね。1、2ヶ月か。で、それの、まあ、塾大体通ってる子も多いと思うので、それを自分の、なんだろう、癖というか、そういうのを分かってくれてる先生にね、ぜひ相談してほしいの。この前、あれ、ツイッターだったっけな？ツイッターかな？そう。で、そういう書き方をね、リップしたら他の人に冷たい言い方するんですねって言われたことがありましたけど、そう、まあ、冷たいって思われるかもしんないけどさ、違うんだって、ちゃんとアドバイスを受けてほしい。俺自身も無責任なことは言いたくないしね。そう。だから、今回アドバイスできることは、まず、自分自身で、その自分の癖というか、どこで伸ばすのかっていうのを考えてみる。そう。で、できれば考えて、それを学校の先生とか塾の先生、信頼できる先生に聞いてみる、ちゃんと。そしたら、お、いいんじゃねえかとか、いや、待てと。これ、この科目ここでやるより、うちのこのね、地域だと社会がこうやって出されやすいから、ここ固めておいたら取りやすいぞ、みたいな。じゃあ、歴史のこの時代を勉強、今からしとけ。集中してやってごらん、みたいな。のアドバイスしてくれる先生っているはず。いてほしい。と思ってんだけど、塾の先生はしてくれると思うんだよね。そのぐらい普通は。と思ってるので。そういう風にしてもらえたらなと思います。なんかいっぱいいっぱいになってる、みんなにね、この今、悩みを持ってる子に、客観的にって言ってもさ、もう早く答えが欲しいわけですよ。もうこれやってって答えが欲しいの。わかるんだって、すげえわかる。わかるけど、でも遠回りのようで遠回りじゃないから、自分のことを見つめるって。と思うんすよね。自分の意見なんですけど、はい。といった感じです。で、ちょっと待って、時間見ていいですか？よいしょ。8分か。じゃあテレビ出演の裏側、行きましょうか。まあ、裏側っていうか、まあ、今回ね、その TBS さんの昼帯って番組出させていただいて、で、今回すごいスケジュールだったんですよ。あの放送日が月曜だったよね。祝日放送だったんだけど、前日の日曜日の夕方ぐらいに連絡来たんですよ。プロデューサーディレクターの方が連絡いただいて、で、メールやり取りして、その日、日曜の夜に家まで収録来たんです。来ていただいて、わざわざ。で、2時間3時間収録をして、で、本当は、そう、映像ね、出るはずだったんですけど、スタジオに来れませんかみたいな話を一回あったの、実は。そう。でも、そうじゃなくって、中継で生で出れませんかって話をいただいて、翌日の月曜日にまた皆さんにね、来ていただき、キャットを来ていただいて、で、あの、出演に至ったと。だから本当、前日に話が来たの、突然。もうバタバタだった。部屋の片付けとかも大変でしたけど。今までテレビね、もう何回か出させてもらってるんですが、基本的に結構前、1週間、2週間前に連絡いただいて、みたいな。で、話とスケジュール詰めて、みたいなのが多かったんですけど、このタイトなのは初めてだったんですが、こう、放送が終わった後に、結構、まあ、初めましての方とかね、今まで見てくれた方なんかも連絡いただいてさ、多かっ
結構嬉しかったのは、YouTube のイメージが変わりましたって、ちょっと言っていただけたのは嬉しかったし、あとでこう、放送終わった後に、ディレクターの皆、ディレクターの方から、スタジオね、めぐみさんとか、出演者の方も含めて、いろいろ話をした中で、その、YouTube って、なんか、あんまりいいイメージなかったんだけど、そういう風に頑張ってる人もいるんだって、イメージ変わりましたって、出演者も言ってましたって、言っていただけた時に、なんか、自分は YouTube のイメージ良くしようなんてさらさら思ってないし、そんな役目でもないからさ、思ってないんだけど、でも、そういった役割もちょっとできたなら嬉しかったですね、個人的には。だって、確かに YouTube って変な動画いっぱいあるし、そう、ね、普段触れてない、特に大人の保護者、自分より年の上の方とかが見れば、何そんな見て、みたいな、ふうに思われると思うんですけど、でもそうじゃなくて、信念持って頑張ってる方ってたくさんいるんですよ、YouTube。そう。ね。だから、YouTuber が、みたいな。みんなあんなんでしょって、犯罪ね、犯した、逮捕された人みたいな感じ。で、思われるのはすごい嫌だったからさ。だから、まあ、ああいうふうに頑張ってる人もいるんだって。ああ、変な人ばっかじゃないのねって。だから、今聞いてくれてるみんな、学生のみんなの、親世代、ね、保護者の方、世代の方に、まあ、思ってもらえたのは、嬉しかったかな。はい。っていう感じです。まあ、裏側とかそんな感じですよ。はい。あんまね、話しちゃいけない部分もあるんで、そう、あれなんですけど、まあ、こんな感じでございました。で、最後に、高校受験対策の心境の変化なんですけど、最近、理科の刺繍シリーズと、この前、電気かなを始めたんですよ。で、理科の他の単元も少し取ろうかなと思ってるんですが、実は刺繍はね、理科は第5弾まで、あともう一個か。今、第4弾まで終わったから、第5弾までは最低続けようと思ってて、でも電気はね、まだ次の問題見つかってないんですよ。そう。で、もともと理科やってください、5科目やってくださいって受験対策すごい言われてた。と。で、それ知ってたし、でもやってこなかったのは、数本、1、2本とかしか動画上げれなかったら始める意味ないじゃんって。逆に、始めてさ、こうみんなに期待させてしまって、こんな続けてくれるんすかみたいな。なんだよ、1本しか上げてねえんじゃんってなるのが嫌だったの。そう、自分のイメージもなんか嫌だし、そうそう。みんなにも悪いなと思って、で、やってなかったんですけど、でも今回電気のシリーズもね、次もちょっと今探してるけど問題。ね、もしかしたら一本で終わるかもしんない。でも、最近思ったのは、そうやって思われるかもしんない、もしかしたら。期待させてんじゃねえ、バカみたいな。言われるかもしんないけど、でも、その一本の電気の動画を上げたことによって、勉強になるって。ね、こう、なんだろう、自分の学力が上がるって子が出てくるのも間違いないはずなの。ちゃんとこだわって撮ってれば自分が。だから単発になってしまってもできれば種類を多く上げていこうと、いうふうにちょっと考え方が変わってですね、今年、まあ去年の末ぐらいからか、そうなので上げております。今後ね、理科の、まあ、運動とか、まあ、単元わかんないけどね、撮ろうと思っていて、ただこうホワイトボードに入りきる大きさ、最初の問題書くのもそうですけど、やっぱり理科はすごい情報量が多くなっちゃうんで、載せきれない、ね、パターンが多いと。で、それをね、まあ言った時も、もう手書き書かなくていいから、問題コピーしてそれ貼ればいいじゃないですか。って今すごい言われる、実は。そう。確かに早いよ。あれは最初の問題の手書き書くじゃないですか。あれ書くの1、2時間かかるんですよ。1個書き終わるのに。そう。書きは、なんですけど、でも、そこはやっぱこだわっていきたいの。みんなにとって無駄かと思うかもしんないけど、そう、手書きで書いてるのが、なんだろうな、自分の中ではしっくりくるっていうところもあって、そう。ね、そのこだわりがマイナスの方向に行っちゃうかもしんないけどさ、できる限りそれでやっていきたいなと思ってるので、まぁ、ちょっと話を戻すと、こう、単発とかになっちゃうかもしんないんですが、ひとまずちょっと単元増やせるように。で、今年の受験期には、理科以外、理科と数学以外の高校受験対策は多分アップできません。社会とか英語とか国語はね。国語はちょっと厳しいと思うんだけど、著作権引っかかるから。でもまあ来年とかにはね、ちょっと増やせたらいいなとは思ってるんですけど、まあ、ひとまず理科を少しね増やせるように頑張っていきます。では話がだいぶあっちこっち、そうそう最後これ撮影してる時実はまだ言ってないんですけど、多分これアップしてる時、皆さんがこう聞いてくれてる時には登録者20万人超えてると思うんですよ。今ギリギリのところまで来てるので、超えてなかったらめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、先に言っとこう。20万人、ありがとうございます。
まあ、20万人記念ね、全然考えてなくて、なんかね、なんもないんですけど、まあ、なんか案があったらコメント欄書いていただければと思うんですけど、ひとまず、まあ、20万人ってことでまた別のダラダラ賞を取るかもしれないんですが、ひとまずお礼が言いたくて、まだ言ってないんだけど、この時はね、本当にありがとうございます。本当にみんなに支えられて、4年半以上こうやってやってこれたので、まだまだ、なんつうんだろうな、授業も下手くそなとこもあったりとか、分かりにくいこともあると思うんですけど、まあ、これからもね、一本一本、大事に大切に、丁寧にね、取っていきますので、今後もどうぞよろしくお願いします。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第177回、テーマが、何をしたらいいのというので喋らせていただきました。今回もね、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。まあ、次回、ダラダラジオ行く前にもう20万人記念なんか撮るかもしれないんですけど、またね、次回喋っていきますので、もしよかったら、そちらの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。